わあの聞き忘れたんだけど、はい、張本さんが一緒にいたでしょ、はい、51年で入ってきてね、はい、4、5年一緒だったそうですね、3年くらいですかね、うん、あの人と王さんとやっぱりこう2人いたじゃない、はい、それはどうだったの、ちょっと影響的に。いや、僕はやっぱり感覚的にはやはりこうもう逆に言ったら雲の上ですね、テレビで見せたい人たちだから、外目からずっとこう見ながら、うん、こう見て勉強させてもらったっていう存在ですよね、うん、あの人は何かアドバイスするとか何とかそういうことはあんましなかった、あの人たちあんま現役でしたから、現役同士だからね、その時は。で僕も一番最初部屋子になったのが張本さんなんですよ、遠征、うわ恐ろしいとこ来た大阪で竹園で一緒の部屋になって、だ僕も初めてなんで遠征がその時ね、うんうん、でそれも大ベテランと一緒じゃないですか、もう何していいか分かんないですよ、うんうん、で部屋入って別にいる時っていうのはやっぱりいなきゃいけないっていうのがあったんで、うんうん、谷本さんいる時はもう自分 の, その 寝床にずっとこうこういう体育座りじゃないけどそうかそうか、でテレビ見ながら言って声かけてくれるの待ってるわけですよ、うん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 、それまで動けなかったです、うん、ああそうか、はい、でその夜に、まあ、一緒のこう部屋の中で寝ちゃったんですけど、うんうん、僕らのやっぱり若い時は早いじゃないですか、うん、目覚めちゃって、うん、でまあ、緊張もしてるし、うん、でもう一個こう隣に小さい部屋があるんですよ、うん、いや失敗したなって、で部屋の方に着替えとかなんかも入れちゃったから、うん、これも 次の日からはうん、ちっちゃい方に自分のね、うん、荷物を持ってて、うん、そーっと起きて起こさないように着替えて、大体いつも朝からサウナ行ってましたよ、うん、で上がってきた頃に姉もさんが起きると起きてるという感じで、で試合から帰ってくればもう部屋でスイングなんですよ、うん、だから僕もずっとそれをこう、あそうそれやってんの、はい、ずっと僕見て、バットの軌道とかを見させてもらって、たまにね、もうちょっと振ってみろっていうようなことも言ってくれた時ありましたけど、そういう意味では僕その、まあ、自分がもうちっちゃい時からこうどうしても見て吸収するタイプだったんで、いやそれ大事だ、はい、だから王さんなんかはやっぱり帰ってきてればなかなかね、こう一緒になることなかったんで、練習の時くらいしかちょっと見れなかったんですけど、そういう意味ではやっぱ、まあ、いいその素材の人が、やっぱり自分の目の前にこういて、まあ、それをなんとか自分なりの吸収ができたかなっていう、うん、なるほど。あの王さんとかその張本さんでやっぱり打った時のその何ていうのかな、パワーっていうか ポイントとかさ、ああそうですね、これはみんな違うわけでしょ、王さんと長嶋さんは、とことかね、うんうんうん、そういろいろ当たるポイントね、ポイントが違うし、音もやっぱり音も違うし、俺は、まあ、張本さんは俺と親に会った時に最初に挨拶に行ったんだよ、部屋にもうなんか10畳ぐらいのところにさ、一人でこうどうなるしみたいにいるんで、挨拶でもうビビり倒して行ったんだけど、ね、ああ昔はでも二人部屋とかもう大体キャンプもそうですよね、ベテランとね、そういうのが多かったからね、はい、遠征先でも大体二人とか、うん、まあ、雑魚部屋みたいなのが若いのはそうそう、そういうのありましたけど、吸収しやすかったよね、そうですね、まあ嫌な時もありましたけどね、それ嫌な時あるよ、それ勝った負けたって打てない打ったっていう時もありましたし、その寒暖はやっぱりある程度ね、やっぱり若い連中を察しながら先輩と接しなきゃいけないし、そう、でも巨人もずっと長いことをやってるうちにバッティングコーチとかっていう人がいたでしょ、まあ、言いました、ちょこちょこちょこ、はい、どんな印象のある人いたんですか、そうですね、その打ち方教え方おもろいなとかね、もう末次さんと、あ末次がいたか、あと国松さん、町田さん、町田さん、はい、町田さんの話は時々聞くね、まあ、大体自分が若い時には、うん、その3人くらいですよね、まあ、その後は青木さんとかねバッティングコーチやったり、うん、あと中西さんなんかも来たし、山内さんも来たな、山内さんね、やっぱり山内さんとかやはりこう中西さんっていうのはそれだけの、まあ、中西さんはね、うん、大きいものを打つ、うん、あれでどうしてもこう体を使ったり、うん、で山内さんはもうハンドリング、うん、これがすごい上手かった、かったかってね、あの、うん、ノブさんも真似したからね、選手だったんで、うん、だからそういう意味でいろんなこうその選手の
あの、まあ、先生とか先輩の技術っていうものをこう聞きながらね、うん、やってたって、うん、なるほどね、うん、まあこういうものをできないとやっぱり一軍で安定できないんだろうっていうね、うん、そういう、うん、でも抑えるときっていうのはもう細かくじゃないんですよ、うん、そうだよね、大体ワンポイント、うん、ワンポイントポンと言ってくれると僕はすごい助かりました。ああなるほどね、はい、うん、まあそれもね、もそういうことを吸収する能力もないとね、まあ、なかなかね、それ言っても分かんないやついるじゃない今教えてても、だから感性ってやっぱり大事だよね、うん、まあ偶然とはいえ中西さんもあの山内さんも阪神に俺はやってないで、まあ、一緒にあの人は何だろう、巨人に行っちゃ阪神に行ってたよ、ね、まあそんなことで、はい、まあ俺はもうあんまり先ないけど、まあまだまだ実際若いからね、球界で、もう一回復活して、まあそうですね、現場でね、はい、うん、いやバリバリやってもらえないと、この世代やらないとね、もうなんかわけのわからん方向に行っちゃうからまともなことを言う人はやっぱりね球界を置いとかないとダメだというのを、まあここで一つ言わせていただいて、はい、頑張りたいと思います。いや頑張ってよ、はいはい、なんなら広報担当に呼んでくれて腹にも言ったんだけど全然見向きもされない、まあそんなことで、はい、頑張ってください、はい、今日はありがとうございました。